今日は検証したいと思います。好きコーヒーをしたいと思います。外すわけがないね。何ボールする？リッチかグアかコロってない。ああはい、もう完璧。正解は、皆さんこんにちは、高木大輔です。今日は深掘り企画ということでこの人とやっていきたいと思います。澤井です、お願いします。はい、まあ澤井選手とやっていこうと思うんですが、今中断期間中で間もなく再開ですが、調子などいかがですか。まあチームは、まあ、ラスト2試合というか、まあ自分たちがやりたいことが徐々に見せつつあるので、これがまあ後半戦見せれれば、また再浮上できると思うので、ぜひ期待しててください。まあ、あとは、まあ、大ちゃんの復帰をチームは待って、後半戦活気を持って頑張っていきたいと思います。そのちなみにその2試合澤井選手は出て、出てないないと、はい、ということですね。はい、で今日のテーマなんですが、澤井選手が毎日欠かさず口にするものがあるということなんですが、それは何ですか。練習前と、まあ、練習後コーヒーを欠かさず飲んでいるので、まあ、レノファで多分一番コーヒー飲んでいて、多分コーヒー詳しいの俺なんじゃないかと巷で騒がれてるらしくて、今回こう深掘りしてもらえるということで本当に光栄です。ありがとうございます。はい、まあなんかそうコーヒー好きを自負している澤井選手のために今日は検証したいと思います。今回の深掘りのタイトルは、澤井はレノファーのコーヒー好きナンバーワンなのか検証してみよう。いやいや、はい、ということで今回は澤井選手が本当にコーヒーが一番好きなのかっていうのを、検証するために利きコーヒーをしたいと思います。はい、で3種類のコーヒーを出すので、それの産地とを当ててください。で今回、提供していただくのが、レノファのユースを卒業して現在今コーヒーを作っているトミーコーヒーさんに、僕も澤井選手もよく飲んでいるトミーコーヒーさんに、これマジで美味しいです、協力していただきます。こちらですね。ちなみに毎朝飲んでるのはこれです。僕コロンビアが好きなんでこれを飲んでるみたいなので、ランダム、これ、あのその3つ、ほらチャンス、チャンスタイム。それはグアテマラと、エチオピアと、澤井選手が毎日飲んでるっていうコロンビアの3種類で、どれがどれなのかっていうのをキーコーヒーしていきたいと思います。そしてトミーコーヒーについて気になった方はあの概要欄に貼っておきますので、ぜひあの試して飲んでみてください。本当美味しいです。はい、それではやっていきたいと思います。深掘り。はい、そんな毎日コーヒーを欠かさず飲むという澤井選手にこだわりの入れ方を教えていただきたいんですけど、どんな入れ方というか何かありますか。あの、ね、結構こだわってるんですけど、あの結構 YouTube とかで調べたりしてて、もうベストな入れ方をとうとう見つけちゃって、自分でコロンビアでやって。大好きでこだわりある。こだわり、そんなないかな。ないでしょ。でも飲むのが好きってコーヒー、この開けた時のこの匂いね、まず。それは分かる。コーヒーの匂いが好きだから。たまんないよね。そう、家とかでもそのコーヒー、家のリビングとかコーヒーの匂いになるのはすごい好き。好きでしょ。こうまずやるじゃないですか。で、まあ蒸らしっていうのがまずあるんですけど、この入ってる。こう真ん中入れて全体に。こうお湯を一回ね、なじませるんですよ。まあ、全くちょっとやるだけで、でこれで30秒から1分ぐらい待つ。この時間でまず楽しいの蒸らすんですよ。こう香り楽しみながら、でまあ立ちましたと。で立ったら、あのね、比重というか3回に分けて入れるんですけど、244で今の蒸らしが2だとしたら、次は4割ぐらい入れるらしいんですよ、ね、こうこれも真ん中から入ってこう回転させながらっていうか、なんていうの、全体に行きやすいように。あれちょっと今水が足んないからあれなんですけど、それをもう一回繰り返して4割入れて、であの全部お湯が落ちきるまで待つ。でたまにこう横に
この横に粉がガッてついちゃう時があるんで、そういう時はこうちょっとお湯がこう入ってる時に回しながらやると全体的に馴染むからやる。でお湯が落ちきりましたっつったら最後に同じぐらいこう4割ガーって入れて、でこれも落ちきるまで待って、全部で多分5分ぐらいかかるのかな。で取って飲むと、それがもうベストの入れ方。もうこれ編み出したから俺が毎日飲んでて、これ間違いない。それを毎日コロンビア飲んでるってことね。それを毎日コロンビアを飲んでる。じゃあまあ外すわけないですね。外すわけがない。ね、こんなんもデキレースのようなもんよ、ね、コロンビアでしょ。そうそうそう、コロンビアが入ってるからもう絶対分かるもんね。1個分かってた、だってあと2つはさ。だレロマンに来て本当にトミーコーヒーさんにあのコロンビアに出会えてるから、俺はでこれ毎日来て飲んでるから外すわけがない、こんなん。まあということなので、これから対決していきたいと思います。そう、こうやって、まあ、入れてみてください。はい、皆さんもぜひ参考にして自分の好きな入れ方を探してみてください。はい、それでは対決に移りたいと思います。深掘り、はい、いや8、あ、出たじゃん、できた、よっしゃやろう。はい、それではこれから、2人で対決していきたいと思います。それではこの3種類を飲んで答えを発表していきたいと思いますので、それではしばしのテイスティングタイムに行きたいと思います。これ入れる人も重要だから、入れ方でも味マジで変わるから。あ、入れたのはここに書いてあるあの富島さんだそうだ、やめろ、よろしくお願いします。1番から、1番じゃあまず1番、ごちそうさまです。いただきます。なんでごちそうさまです。あ、いただきます。あはは、いもう完璧、簡単簡単、これはこれは簡単もう言いたい、なんなら。はい、じゃあ1番は3種類はこれかこれかエチかグアかコロチョ、これですね。その訳し方やめてだって俺どんだけトミーコーヒーさんお世話になってるか知らないし。エチかグアかコロってなじゃあ次2番、はい、いきたいと思います。ごちそうさまです。ああ、ちょっとね、2番はちょっと苦めだから、1番は結構もうなんて言うんだろう、飲みやすいんですよ。あのいろんコーヒー多分そんなに飲めない人でも多分飲みやすいけど、2番はコーヒー好きじゃない人じゃないと結構苦いって感じるかも。俺は好きだよ。うん、美味しい美味しい。うん、富さん簡単これ。え、そう本当にじゃあマジで、じゃあさ勝ち負け関係なくこんな言ってんだったらさ、沢井間違えたらマジプレゼントしてもらおう。マジ坊主にする、気持ち言ったね言ったねよし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 、全問正解しやがったら坊主、そんぐらいのもう自信、全問正解しやがったら坊主だって。トミーさん、じゃあ3問いきます。いただきます。いや全然違うよ、全然違う。3番マジでなんかフルーティーってか、何なのかね、もう紅茶ぐらいな感じ。あ、かるだから、フルーティーな、本当にコーヒーが苦手な人とかもまあこの感覚だったら飲めるかなっていう。3つのうちのどれがそれ、そんなそうなんです、そうなんです。でも沢井は絶対当てて、間違えたら坊主らしいから全問正解しなかったら。沢井はそう飲んでますから、一通り一回、あのだいぶ前に、だいぶ前ってお前ちょっと保証つけないで今自分の中のお気に入りがあるんですよ、うん、トミーコーヒーさんで買ってる、それがもう一個あるんで、それはもうバッチリです。同じだった、うん、同じもう一回飲んでいいですか、1からとか分かんなくて、もう分かった。はい、じゃあそれでは、書いて1,2,3 の順番で書いて正解発表して、もう一回言うけど、沢井が全問正解できなかったら丸坊主です。当てればいいでしょ、見んだよ、見ねえよ。じゃあさ、お互いさ、背中向けよ。はい、一応これさ、俺負けたらやばいね。じゃあちょ待って待って、最終ちょっと不安になってきたよ。まあ俺は分かんないよ。待って、あのこれね、ほんと言い訳言っていい、はい、これほんと入れる人によってやばいやばい、同じだったじゃん。え、でもトミちゃん、じゃあここでさ、もう一回さ、沢井のあの発言鳴らしちゃって、マジ坊主にする、マジ坊主にする、マジ坊主にする。あの3問正解しなかったら坊主っていうのここでもう入れといて、何回コーヒーってほんと入れる人によってマジで全然違うから。さ、2人の答え発表します。めっちゃ怖い。せーの、ドン。
あ、もう3はそうだよね。1と2だよね。違う。ちょっと待って、俺毎日読んでんだよ、コロンビアは。はい、で、もう最初1位もらったじゃないですか。そしたらもう、あ、これ、ま、もうこれだ、毎日の味だっていうのはもうピンときたんで。じゃあもう大丈夫だね。これは大好き、ごめん、本当に。俺コロンビア全然飲んでないから。でもね、あのね、入れるしてないと全然違う。これ言うたんびにお前のあの坊主発言が左上とかに出てるよ。マジ坊主にする。嘘でしょ、だってなんで。いや、なんかわかんないけど、もうイメージだよね、俺は。コロンビアと、だからそのエチオピアはもう飲んで分かった、すっげえ確認すんじゃん、お前。で、グアテマラとどっちかなってなった時に、なんかコロンビアの方が俺的に濃そうなイメージがあったから。それでは正解発表に行きたいと思います。深掘り。はい、それではここに正解が書いてあるので、今日も澤井選手の企画ということで、僕は先に答えを見て、まあお互い一緒のね、3から答えを発表していきたいと思います。3はマジ自信ある。あ、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、どっち。3は エチオピア。よし、じゃあ2人とも正解ですね。だよね、だよね、これそうだよね。まあこのエチオピアは僕も飲んだ時にすごいこうなんかフルーティーな感じっていうのを覚えてたので、まあこれはね、エチオピアは本当にもう簡単っていうか、特徴が、特徴が結構強い、ね、特徴が強い。まあだからコーヒー苦手な方とか、まあでもに紅茶飲む方とか、ちょっと挑戦してみてほしいなっていうコーヒーです。ぜひ飲んでみてください。さあこっからよ。待って、怖いんだけど。だって俺コロンビアだと思ってるもん。1はだって毎日、どっちから発表、マジ毎日、どっちから発表がいい。1と21番でしょ。1番だって毎日飲んでるコロンビアから言ってほしい。1番ね。そういうことだよね、外さないもんね絶対ね。うわ、フラグ立ってんだこれ。じゃあ澤井選手がね、毎日飲んでるという1番コロンビア発表したいと思います。正解は具合。はい、ここに答えが書いてあります。本当に。はい、1番は、はい、ここに。え、ちょ、マジ、はい、ここに。え、ちょ、マジで飲みた。答えが書いてあります。はい、これ澤井選手の、じゃあ、あのね、澤井選手の答えと合わせてください。ということで、ジェノは1、コーヒーが好きという自負していた澤井選手より、あの僕の方がね、やっぱコーヒーが好きということが分かったので、皆さんコーヒーの差し入れ待ってます。じゃあまず、あの本当にトミーコーヒーさんに謝りたい。俺本当毎日飲んでたのに間違えてしまったという。あのこれね、でも本当に美味しかった、どっちも。そう、全部美味しかったよ。全部美味しいんですけど、でも間違えてるのは間違えてるから。え、で何回も言うけど、入れる人によって本当に違うから。マジない、え、マジでないわ、本当に。いや、楽しみですね、澤井の選手の髪型が。あ、これ2位コロンビアや。来たね、来たね。3種類にそれぞれ特徴があって、まあ本当に1位は本当になんか代表的なコーヒーっていう感じの味で、2位は本当にちょっと濃いのが好きな方とか、まあコーヒーが好きな方とか、ぜひ試してほしい味で。コロンビアってさ、なんか万人受けのイメージだったんだけど、みんななんかコーヒー飲める感じだったから、俺コロンビア好きなんですよ。で、なんかグアテマラってちょっと深そうだったから、何言っても無理だけど。何言っても無理。ガチ。はい、ということで負けた方はトミーコーヒーを視聴者プレゼントするっていうのがあるんですけど、はい、もうさせてください。坊主も言ってたもんね。あの皆さんにちょっとこのトミーコーヒーさんの美味しさを分かってほしいんで、まあ澤井選手なんか坊主にするのが本当に嫌そうなので、トミーコーヒーをプレゼントか坊主かっていうのをコメント欄で投票する。いや、本当にそれはマジでやめとこう。何名にしますか。100。まあ5、ぜひぜひ。美味しいです。あのこちらのトミーコーヒーさんをマジで間違えた飲んでください。でこの3種類飲みたい方は澤井選手からのプレゼントがあるので、ぜひあのご応募お願いします。はい、ということで、本日の企画は、澤井選手のコーヒー好きは自称だったということで、本当に、はい、調子乗ってすみませんでした。はい、また出直していきます。はい、ということで本日はトミーコーヒーさん協力のもと、キキコーヒーをやってみました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。じ
番豆よ。どっちが豆でしょうってこと。これ豆じゃないか、しかも粉だから。